安園県は中華人民共和国厚生省、関州市に位置する県。安園県は厚生省南部の山岳地帯に位置する。産地が全体の83%を占めている。544年、南朝張りにより設置された。随代の海王年間、安園県は都県に編入され南安市郡の管轄とされた。788年、東朝は、 都県南三里及び、信豊県に再び安園県を設置した。五代十国時代の九百十年、呉は、県州及び、昭州に百将軍を、九百三十七年には、南東により百将軍は、秋信軍と解消され、安園県を管轄した。宋代になると九百七十五年、秋信軍は、群州と、さらに九百七十六年には、県州、 1153年には、関州と改められている。1277年、岩町は、安炎県を、海省県に編入しているが、1310年に、再び安炎県が設置された。1369年、明町は、関州府を設置、中華民国成立まで安炎県を管轄した。1912年、北京政府は、不正を廃止、安炎県は、 厚生上直轄とされたが、翌年には新設された南道の管轄とされた。南京国民政府による市政権が及んだ1926年、同政は廃止され、再び厚生上直轄とされた。1930年6月、南京国民政府と対立した中国共産党は、革命拠点を建設すべく、関西南ソビエト政府南革命委員会を設置。 安炎県をその勢力下に置き、1931年6月以降は、厚生省の1933年8月以降は、越省の管轄とされた。同年10月、安炎県は、南千区の1934年には、第9行政正しさつ区、1935年3月には、第4行政正しさつ区の管轄とされ、 中国共産党による実行支配が行われた。1949年8月20日、関州分区に同年11月23日に西行政区、1951年6月29日に関州仙区、1954年5月25日に南行政区、1964年5月15日に関州仙区、1971年に南地区の 管轄とされ、1997年7月に、南地区が地球史の監修史に改編された際に、移管され現在に至る。ありがとうございます。